皆さん、今こそ孫悟の天下引き寄せる好機、早急率いる魏軍を倒しましょう。体系の実行にかかります。周宝殿が命を懸けた策、失敗は許されません。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
様子だったか。敵が押し寄せても恐れるな。我らの陣容に不足はない。迎撃開始。ここの備えだ。ペシャリとも通すまいぞ。申し訳ありません。自身は
落ちました。これこそ孫悟の結束の勝利です。殿。はい。諸君の使者よ。合肥信条。今なら落とせると踏んだんだろうけど、この城の防備を甘く見てもらっては困るな。この機を逃してはならぬ。一気に合肥信条を落とすのだ。行くぞ。今こそ敵に。正門に迫る5分、家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。家計の準備は整ったな。それじゃあ始めてくれ。木だ。俺たちは誘い込まれたのか。予想はしていたが、これほどの大軍とは。なら、こちらも呪神から援軍を呼ぶとしよう。城内に侵入した敵を一掃しよう。さあ、兵器を起動させてくれ。敵の要所を叩く。よし、ここで防御体制を取るのだ。この地を失えば中原は裸も同然。失うわけにはいかないんだ。到着まで耐えられるはずが。まさか私の見込みが狂うとは。伝令、孫権様、大軍です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。だが戦果は十分。今は引くぞ。
殿、申し訳ありません。あと一歩、あとほんの一歩だったんです。ですが届きませんでした。この戦いに勝てば孫悟の天下が見えたはずなのですが。リクソン、お前にとって孫悟とは何だ。それは私が生きる国そのものです。ならばお前にとって天下とは。それは私たちは流行りすぎていたのかもしれんな。華北、中原、清涼、覇食、天下のうちとされる地は広いが、その多くについて私たちは語る言葉を持たん。だが高等のことは全て知っている。我らの国孫悟のことを。合肥を奪えれば国は大きくなったろう。だが私はそれよりもこの戦によって孫悟の危機が薄らいだことを良しとしたい。殿、御帝、この帝とは我ながらよく称したものだ。帰ろう、我らの国へ。